はい、皆様こんにちは、かようまりのでございます。今日はですね、司法書士とはということで仕事内容を分かりやすく解説という回にしたいと思います。アガルトさんに改めて司法書士とは何ぞやというね記事があって、ちょっとこれをねやっていこうというふうに思ったんですけど、うちのチャンネルをまあ見てくださっている方は司法書士何かっていうのをね、ご存知の方も多いと思うんですけれども、実際はまあ世の中の大多数の方はですね、行政書士との違いが分からないとか、じゃあ弁護士とは違って何をするのとか、そういう方が結構多いなというふうに思っていて、で、まあ、記事でもですね、具体的に説明できる人はなかなかね少ないかもというところから、まあ、始まっていました。で、確かにまあそうかなと思って、司法書士って何というふうにね、感じた人がここにたどり着いてきた時に、ちょっと簡単に説明できる動画があったらと思って、今日はねそれを話すわけなんですけれども、まあ、司法書士というのは弁護士が紛争を解決するというですね役割を担っているとしたら、司法書士は紛争を予防するというですね業務を担っているというふうに考えることができると思います。で、司法書士の独占分野、独占業務というのは登記でして、不動産登記、商業登記なんかをすることができます。これは行政書士にはできない分野になってきます。で、弁護士の先生も一応法律的には登記とかってしてもいいんですけど、現実的にやっている方がいません。で、登記っていうのは国のですね、公の帳簿みたいなものにですね、ものにですね、不動産の所有者誰ですよっていう、そういう名義を、ね、登録したりとかする作業をするんですけれども、実際登記って義務ではないものも結構あって、特に不動産の登記は義務ではないこともあるんですね。来年ね相続登記義務化とかっていうのも騒がれてるんですけれども、普通の所有権移転とかだったりとか、そういう場合は実は義務ではないんですね。なので登記をしないとどうなるかっていうと、後にですね、じゃあ不動産あげるよと言った人がいて、私もらったと思って生前贈与でもらったと思っていてもですね、いざ亡くなった時にその人が別の人にね売却してたってことが知った時に、私生前にもらったのにというね、その権利を主張するのに登記がされていなければ権利を主張できないというですね、そういう法律上そうなっているんですけれども、そういうふうになります。なので、こういった紛争を、将来の紛争をですね予防する役割を担うのが、登記、司法書士の業務であるというふうに私は考えています。で、それだけではなくてですね、簡易裁判所での訴訟代理権というのがあって、140万円までの簡易裁判所に属する案件であれば裁判の代理人となることができるんですけど、140万円までだし簡易裁判所で結局控訴されたら終わりじゃんみたいな、なんでこれ必要なのみたいな話もあると思うんですけど、これは主にですね、当然、家賃交渉とかそういうあると思うんですけど、それだけじゃなくてその債務整理とか、皆さんが聞いたことあると思うんですけど、そういう業者と専門的なですね知識を持って、確実的に行っていくような訴訟において結構活躍しているというイメージで見てもらえばいいと思います。あと成年後見人業務というのがあって、財産管理ですね、認知症になった方の財産を守る、そういったお仕事もあります。で、最近は相続関連業務といって、相続で不動産の登記が絡むという場面であれば相続に関する、アドバイス業務なんかもすることができますよということです。あとそれに絡めた民事信託なんかのコンサルタントとして活躍する場面も増えているということで、司法書士はですね登記だけではなくですね、いろんな場面で活躍の場があるということであります。なので、弁護士とか行政書士とは全然実は違う業務をやっているということなんですよね。紛争が発生する前のですね前段階において、それを予防するための業務、法務を提供しているというイメージですね。で、行政書士は何かっていうと、行政書士はちょっともう本当に多岐に業務を渡るんですけれども、許認可関係のですね、書類、例えば営業許可とか建設業許可とか、こういった許認可関係を主に担当します。で、司法書士は登記であったりとか、あと裁判所なんかに提出する書類、検察庁に提出するような法律系の、書類の作成なんかができるということで、なかなか一般人はですね行政書士、司法書士の違いが分からないというような、方も結構ねいらっしゃる方が多いのは事実なのかなというふうに思います。そんな感じで司法書士の、仕事内容って何かって、私もね聞かれてどこまで説明するかって難しいんですよ。これだけの時間があればいろいろ話すことできるんですけど、
そうじゃなくて一言で司法書士って何ってこう会話でポンって聞かれた時に登記をする人だよっていうぐらいですかね。やっぱ一言にしちゃうとそういうふうに返すしかないんですね。で登記って何って話がまず始まってくるので、まあ、登記ってこう公に公のねなんかそういうのに登録してっていうね話をするんですけど、それするとどうなるのとかね、それは弁護士はやらないのとか、まあ、いろいろあるのでちょっと難しい、ね、ところもあるんですけれども、まあ、司法書士の仕事内容っていうのは実は登記だけじゃなくて多岐に及びますよということで、ございます。はい、まあ弁護士との違いは紛争予防か紛争解決かっていうところだと私はね結構簡単に説明するとそういうふうにいつも説明をしていますけれども、まあもっとなんか分かりやすい説明があればぜひ教えてほしいですけどね。はい、まあそんな感じです。で私がなんかねそう司法書士に受かった時なんかも実は結構ねやっぱ周りの人も司法書士って何っていうようなね人も多くて、行政書士とどっちが難しいとか、あとじゃあ次行政書士取ろうとか言われたことが確かあったんで、まあ、なかなか一般の方は見分けつかないもんだなというふうにね思いましたけれども、まあただ YouTube とかでね司法書士と行政書士なんか違いなんかなんだろうっていうふうに検索した時とかに過去にもねそれを詳細に話したりとか、あと私実はその自分の事務所のホームページにもねそれ載せてるんですよ。弁護士と司法書士の違いっていうのをね載せてたりとかするので、そういうのをぜひね見て勉強というか参考にしてもらえればというふうに思います。はい、ということで今日はねちょっと司法書士とは何ぞやって話をねそういえばしてないなと思いましてね取らさせていただきました。今日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。